第4章モンバーバラの姉妹。これから始まるお話は、父親の敵を探し旅をする美しい姉妹の物語。姉マーニアは踊り子、妹ミネアは占い師。物語は歌と踊りの町モンバーバラから始まります。マーニャちゃん最高、色っぽいよマーニャ。一人で踊ってんのかこいつ。お疲れ様姉さん、どうだった、いた？ダメダメ、今日もあんまりいい男はいなかったわ。もう違うでしょ、バルザックよ、敵のバルザック。あらそうだったね、残念だけどバルザックもいなかったわ。そのさ、敵がさ、こんなところうろうろしてんの？まあそんなにがっかりしないで、焦らなくても旅を続けていればいつかきっと見つかるさ。そうそう、これは今日までのお手当、ご苦労だったね。100ゴールド、マジでさ、この世界かなりブラックだよな。仕事がブラックだよね。私としては人気もあるし、もうしばらくいてほしかったのだが、敵討ちを取る、止めるわけにはいくまい。今日はゆっくり休んで明日の朝出ればいいだろう。気をつけていくんだよ。もうちょっと金くれよ。人気だったんだったらさ、もっと金稼いだでしょう、どう考えても。おはよう姉さん、さあ出かけましょう。よし、ここはね、2人いるからね。少しの間だったけど一緒に働けて楽しかった。敵討ち頑張ってね。あ、結構みんな知ってんだ、言いふらしてんだね。敵討ち知らないって。親父さんの敵を探して旅をしていたんだ。そりゃ大変だろうけど、何があっても絶対にくじけるんじゃないよ。動機としてはかなり強いよな。こいつらの意志は固そうだ。ちょっと待って、もうちょっとなんか漁りたい。ここは劇場、座長なら地下の控え室。ここは何もなさそうだな。とにかく漁りたいんだ俺は。たまにはこう水村に帰るのもいいだろう。墓参りをすればきっとお父さんも喜ぶはず。気をつけていくんだよ。力の種、攻撃力はミネアの方が強いからね。絹のローブ、これどっちに装備させる？あれ装備してんじゃん、すでに。踊り子の服、踊り子の服ってね、弱い割には結構高値で売れんだよね。そしてマーニャ何も武器装備してねえし、買ってあげなければ。歌と踊りの町モンバーバラ、北に行けば香水村があります。香水村の錬金術師エドガンさんは弟子のバルザックに殺された。なんと、あんたたちはエドガンさんの娘だったのか、かわいそうにな。俺はここで踊り子さんが来るのを待ってる。仕事に向かう踊り子さんのさあやるぞって顔が何とも言えずたまらん。旅芸人に来てもらいたい。井戸の中ってなんかほとんどなんもないよね。五章に行けばなんかアイテムとかあんのかな。あれ、なんか売ってなくね。何屋さんこれ。え、下の店に誰もいない？サボりかよ。サボり多すぎだろ、これ。旅人の服。旅人の服だったらさっきの絹のローブの方が多分強いよね。宿屋の方に行きたいな。タンスがある。タンスを漁る。ほい。あれ。20円もらっておこう。ん？わししかおらぬ。立ち去られよ。え、どうやって行けばいいんだ？裏口から入れっかな？え、あの人かくまってんのか？外出ちゃったよ。こっち側から回っていこう。何？行けない！
夜か。教会も見てみるか。いない。あとはここも夜か。一回夜にしてみようか。酒場で働いていたリンダがいなくなった。売れっ子だったのにな。きっと嫌な目にあったんだよ。ストーカーだとかが流行ってるからね。革のドレスの方が強い。ヘアバンドは両方装備できる。一気にヘアバンドを買った方が良さそうだな。まずはちょっと武器屋。クロスボウ。マーニャが一気に上がんな。踊り子の服いくらで売れる。300円か。悪くないね。さあそしてクロスボウ一気に買っちゃおう。マーニャに買います。これで火力は出るな。70円になってしまったけど、まあしょうがない。じゃあレベル上げも兼ねて一回夜にしますか。4章はね戦闘の音楽が違うんで。7じゃ倒せないのか。スライムベスは割と金持ってんだよね。1匹5ゴールド持ってるから最初のモンスターにしては金持ち。土嵐出てくるんだ。強いんだよなこいつ。そうでもなかった。いややっぱ2人旅っていいよね。今までずっと1人だったからな。アリーナガチできつかった。ただとはいえミネアもマーニャもアタッカーではないからね。中盤ちょっと火力が厳しそう。マーニャ攻撃呪文を覚えるしミネアは回復呪文を覚えるからバランスとしてはいいよね。バランスは悪くないけど一撃一撃が多分そこまで強くならないから堅実に戦っていくスタイルが必要かな。レベルアップ。マーニャが先に上がったか。力が上がらないね。だから5章に入った時も多分バランスはね悪くないんだよ。勇者でしょ、でアリーナがアタッカーになるでしょ、で回復がミネアで攻撃呪文はマーニャ。まあ、ミネアはねベホマナ覚えなかったと思うんでそこがちょっときつそうだけど。あとミネアあれか、ザオリクも覚えなかったよね。ザオリク覚えないのは結構なきつさだね。よし、やっぱクロスボウ買ってあげてよかったな。強い。これでミネアもレベル2。よし、全体的に上がった。なんか明るくなんなかった。むしろ暗くなるより。一発でね倒してね1しか食らわなくなるとだいぶ楽なんだけど、レベル3あたりまではちょっと、おちょっと暗くなってきた。スライムブースを1匹で倒せないっていうのが微妙だな。よし、夜になったかな。なったかなって思って入ると別にまだなってなかったっていうこともあるから。20円、こいつ金持ちだ。うん、夕方どうなの。完全に夜にしよう。ん、夜になった。ちょっといまいち分かんねえ。あ、なったね。リンダのやつどこへ逃げたんだ。せっかくキングレオのお城からお呼びがかかった。あ、なるほど、お呼びがかかったから逃げたのか。神を私に哀れな子羊を守る力をお与えください。鍵かけてないんだ。お願いです、どうか見逃してください。お城になんか行きたくありません。だって私聞いたんです、キングレオのお城に革命が起こり王様は殺された。そして新しい王様は錬金術と称して恐ろしい実験をしている。あ、それだけ。なんか言うかな。キングレオのお城で何か起こってるみたい。井戸になんかないかな。ない、相変わらずない。
ちょっと夜の街を見て回りましょう。ここの店は相変わらずやってねえんだな、夜だろうが。酒場。あんたたちはエドガンさんの娘だったな。ところでエドガンさんは鉄を金に変えることに成功したのかい？え、知らないのか？でもよ、もしそれができれば王様にだってなれるよな。飲んで歌って嫌なことは忘れましょう。錬金術師のエドガンは何故弟子のバルザックに殺されたのであろうか。確かになんでだ。もうわからん。仕事の後はのお酒は最高です。俺あんま酒好きじゃないからね。飲まないんですよね。家で全く飲まないからな。毒消しそう。やだ、ここはあなたのような人が来るところじゃないわよ。え、どういうこと？そういうこと？え、ここはパフパフの部屋かだって？うふふ、内緒よ。あ、作りからしてそんな感じだな。この部屋はリンダの部屋だった。あの子どこ行ったんだろう。連れ込み部屋だな、2階の。しかし女の子が全然いないな。カウンターのお姉ちゃんしかいないじゃないか。まあこんなもんか。あとじゃあ一応踊り子劇場的なの覗いていく。この中か。おお、やってるね。ムフフ、たまらんの。いや最高ですな。すげえ人気だな。なんか後ろの人がもぞもぞしてる。超怪しいんだけど。チキショどこ行っちまったんだって。何がなんか怒ってる、もしや。え、前の柱を取ってくれ。ちっとも見えないよ。ごもっともです。安い切符を買ったらこんな後ろ。いや、そんなことよりさ、なんかアイテム落としたんじゃないかこいつ。上の座長さんにもう一回話してみよう。最近お城の使いが女の子をよく連れていく。宴を開く。え、お城かい。え、コウミズよりずっと来た。ここに新しく入った踊り子。ここのスターだったマーニャに負けないよ。頑張るわ。まあ、新人はね、最初は夢見て頑張ってくれ。ちょっとじゃあ宿屋に寝よう。で、劇場行ってなんか起こってないのかな。ここで武器と防具を完全に買い揃えるか、または次の町まで持ち越すか、ちょっと悩むよね。次の町で何が売ってるかだからな。なんか怒ってんの。お、80円。これはでかい。あいつ80円も落としたのか。そりゃショックだな。80円って結構なものが買えるからね。これはこの2人の旅の足しにしてもらおう。旅人の服が買える。だっていらないけどね。革のドレス高えな。2つ揃えようとすると500円か。いや結構だな。ヘアバンドが2つ買えるね。ヘアバンド1個ずつ買おう。ミネアは銅の剣か。まあ悪くはないね、銅の剣だったら。よし、これでもうちょっと次の村、北の高水村に行っちゃいましょう。で、何が売ってるか見る。結構された。よし、いいね。もうスライムベスごときには遅れは取らんよ。け、建物の建札を読もうとしたら。ちょっと呪文使おう。せっかく覚えてるから。メラ強い。普通に強いな。よし、レベル3。マーニャ力が上がらない。力が上がらないか。来た、高水村。
到着と思ったら敵が出てきた。お、気づいていない。じゃマーニャはやっぱり魔法主体なんだな。今マジックパーが9しかないから、メラっていくつ ?2 か。さて到着。もう帰ってきたよ。おや、ミネアちゃんじゃない、帰ってきたんだね。なんか上に墓場がある。ほんと大変だったね。エドガンさんのようないい人が弟子の一人に裏切られるなんて。そういえばエドガンさんにはもう一人弟子がいた。オーリンとか言ったっけ。オーリンさんもすごい怪我をしてたのよ。どこでどうしてるやら。やった、川の盾ゲット。あれ、これどっから行くんだ。フェスタ、ワンワンワン。こいつらの犬、まったく憎きはバルザックじゃ。初めからエドガンの発明を盗む気で弟子になったんじゃろう。ところでこれは秘密じゃがな、エドガンのもう一人の弟子オーリンはこの村の西の洞窟に身を潜めているらしい。オーリンならバルザックの居所を知っているかもしれんの。西に洞窟があるのか。ちょっと今のレベルではまだきつそうだからな。足元を調べた。命の木の実。破壊石を調べた。錬金術師エドガン、ここに眠る。やはりここがじゃあ自分たちの家か。下に行こう。げ、毒毒になってんだけど行くか。荒らされすぎだろ。このさ、毒の沼地になってるようなさ、近くの井戸とかさ、絶対やばいよね。ボコボコいってんじゃん。この家もうダメだな。リフォームどころじゃないな。35円、ちゃんとさ、こういうの持ってきなよ最初にここに置いとくんじゃなくて。道具屋しかない。革のドレス、羽帽子。いや、金が必要だ。鎖鎌ね。マーニャは装備できないけど、ミネア、もう一気に鎖鎌を買ってあげよう。金ためか。意外にね、金は貯まるの早いからね。レベル上げしてればね、結構金が貯まってくる。何にもない、この牧場には。なんか落ちてるとやっぱ光るのかな。割と結構光ってるよね。ミネアの拾った子犬がわしのところで大きくなった。きっと二人のことも覚えてるはずじゃん。宿屋で寝よう。お、お金をもらうわけにはいかない。ただでいいよ、休んでいくかい。ただでいいよって言ってもさ、なんか変な、なんていうの、わらしかなくねこれそりゃこんなんで金取れねえだろ。ただ藁が敷いてあるだけの宿なんて。じゃあどうしようかな。4レベルくらいまで上げていきますか。お金貯めも含めて。ではミネアに鎖鎌を買ってあげましょう。攻撃力24から32上がるね。 OK。 あと革のドレスね、欲しいよな。500円か。毒消し層結構重要だからな、まあ、キアリー覚えてるとはいえ、マジックパワーをキアリーで使いたくないから、ちょっと毒消し層は多めに持っておきましょう。で、寝て洞窟の方へ行ってみますか。ちょっとねきつい気がする。まだ回復は基本方位でいこう。で、毒になったらキアリーは使わず毒消し層で直す。マーニャがねギラ覚えてくれれば多分結構楽になると思うんだけど、何レベルで覚えるんだろう。
さっき5レベルでルカニを覚えたんですよね。でもルカニって普通の敵だとあんま使わないかなっていうか多い。よし、強くなってる。かなり強くなってんな。でマーニャはねマジで力が上がらない。攻撃力がね全然上がらないんですよね。まあその分魔法でなんとかしろってことなんだろうけど、でも4体くらい出れば40円くらい1回の戦闘で手に入るのか。威力偵察だけはちょっとした。こいつはなんだ。おや、あんたもこの洞窟に静寂の玉を探しに来たのかい。でも諦めた方がいいよ。私もはるばるモンバーバラからやってきたんだがね、どうしても下に降りる階段が見つからない。そうなの。石人形なんとかなる。こいつはいいね。鎖釜やっぱり強えわ。宝箱、キメラの翼か。まあいいや、もらっておこう。いけ、メラとか使ってくんなこいつは。きた、グオ11か、強い。いって33、結構経験値も持ってんね。その代わり6レベル。よし、やっと力が1増えた。ギラ、ギラいつなんだ。ホイミが2っていうのがいいよな。作品によってはホイミ3使うやつもあるからね。やっぱ最初の方では2使うのか3使うのかでも全然違うからな。まあ、階段はないけどエレベーターで行けってこと。なんだあの道具屋の親父は、意味不明だな。んどっちだ、下に降りれんね。使い魔、ゲッ、マジかよ。しげっけ、最悪だ。やばいやばいやばい、早急に始末したい。マジックパワー減らしてくんのはかなり厄介だな。命の木の実。またこっちもエレベーターか。げ、石人形4体。2人で1体だね。げ、スカラ。マジかよ。メラでいくか。オッケー。石にメラ効くんだ。むしろ。よし。ミネアレベルアップ。ミネアはね結構平均的に上がるんだよね。ラリホー68円、結構金持ちな。いけ、左に宝箱がある。あれは後で回収するか。まだリレミトとかあるわけじゃないんで歩いて戻んないといけないからね。え、またどんどん下に降りていく感じだな。お、なんか仰々しい。てか上にさ、おっさんが見えんだけど、王林か。静寂の玉、こっちには何もない。土はなし。ミネアだったら一発だね。よし、攻撃力もあんまり高くない。4体で40円、なかなかうまいな。もうちょいこの洞窟は探索しましょう。一応これ上画面でもね、上に登ってってるよみたいな描写があるんだけど、さて左側だね。宝箱があったから回収していこう。こいつノーダメでいきたいな。
よし、OK。で、宝箱回収。240円。よし、うまい。革のドレス1着分にはなるね。そう、お化けキノコね。こいつが毒にしてくるからね。ミニアがちょっと半分くらい減ってるか。ホイミ使おう。マーニャも割と減ってるか。マーニャ用のな武器がな、やっぱり毎回毎回魔法使ってたらマジックパワーの底が尽きちゃうからね。宝箱、闇のランプ、これは夜にする道具か。そしておっさんが立ってるからあいつに話しかけよう。何、死なない。ややマーニャ様にミネア様、私です、弟子のオーリンです。何ですって、お二人だけで敵討ちの旅を。おお、なんということだ。ならば私もお嬢様方と願いは同じ。私もエドガン様の敵討ちだけを胸にここで傷の回復を待っていたのです。噂ではバルザックめ、悪魔に魂を売り強力な力を身につけたそうです。しかし静寂の玉さえあれば奴の力を封じられるはず。おお、それです、すでにお持ちでしたか。とにかくこの私もお供させていただきます。さあ急いで参りましょう。いやこいつ強えは強えんだけどさ、男だからね。どうやって殺すかだよな。今この場面でさすがに全滅はしたくない。95もヒットポイントあんのか。いやどうしよう、仲間に攻撃できないっていうのがな、強すぎだろ。宿屋に寝るとオーリンも回復しちゃうから、こっちには何にもない。戦闘にできる？戦闘のやつの方が多分ダメージ食らうよね。盾になってもらおう。土原仕事着じゃ多分殺せないよな。ゲー、ダメージ受けないわ。ここら辺の敵じゃ話にならん。まあそりゃ戦闘はねめちゃくちゃ楽にはなるんだけど、上の方行くと結構強い敵が出てくるから、買うもん買ってお金を減らしてで全滅するか。いやオーリンヒットポイント90って相当強いぞこれ。攻撃力もめちゃ高いしね、まあ、そのオーリンを殺そうとしてるからな。確実に先制で1体殺せるのがでかいよな。あのおっさんは放っておこう。ガリアタマ、こんなの一発だよ。てか何装備してんのオーリンって。鱗の盾、顔の帽子とか。力40とか超強くね。普通にマジ強えわ。ミニアの攻撃力倍あるし。いやこいつを殺すのはちょっと至難の業だな。まずはお金を使おう。あれすげえ金持ってんだけど。革のドレス、で革のドレス、
羽帽子も欲しいな。なんか売れば羽帽子買えるかな。絹のロール、ロール。よし、これで280円でしょ。で、羽帽子買う。ちょっとこれで上の方に行ってみよう。強い敵を求めて。お前は雑魚だ。あ、でもお金がどんどん入ってきちゃう。お、ベロベロ。ミネアとマーニャちょっと防御する。で、オーリン勝手に攻撃するからね。防御してこれか。いや、まあ5とかマスンサとかすげえ厄介だな。もう一回防御しよう。やばい、マニアが死ぬ。回復してあげよう。げっ、超食らうんだけど。全然ダメージが通らない。マヌーサとかかなり強いな。ようやくオーリン61でヒットポイント。いや、強え。普通にこいつ強えわ。何なんだ一体。まあレベル上げにはだいぶ貢献してくれたけど、ミネアが先に上がった。これマーニアも上がるな。そうするとミネア上がりがいいよね本当に。よし、力が上がった。身の守りは上がってないか。ギラまだ。いや、ギラ絶対覚える。ここキングレオの城なんだよね。明治モモンじゃ。気づいていないって。いいよそういうのは。明治モモンじゃですら一発だからな。ヒャド、マーニャか。もういいよ、倒そう。オーリンが死んだら超きついなこれ。ここは偉大なるお城、キングレオだ。キングレオはね、もうどこも入れないんだよね。げっ、鍵をこじ開けた。でも何もできないはず。結局王様がどこにいるかよくわかんないからね。わしはこのお城の大臣。早く立ち去らねば牢に入れてしまうぞ。はいはい、金だけパクとこう。げ、200円。もう500円あるし。また羽帽子を買うか。全滅はしたくないね。羽帽子を買いに戻ろう。ここはもう雑魚だな。王林なし旅か、きついな。結局きつい旅になりそうだ。マーニャ、メラ系とギラ系とイオ系は覚えたはずだから、ギラとイオを覚えてくれればだいぶ役立つと思うんだけどな。羽帽子買おう。マーニャで、あと薬草買い込んどこう。とりあえず袋に入れておく。全滅の恐れがあるからな。で、当分はちょっと薬草で回復しないと。宿屋に泊まるとせっかく減らしたオーリンのヒットポイントが元に戻っちゃうんで、ちょっと宿屋には泊まらないでいきましょう。じゃあそんなわけで今回はここで終了して、ちょっと裏方でオーリンを一応殺そうと試みてみるので、まあうまくいけば次回はオーリンは棺桶になった状態から始めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。